こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日はちょっと喋りたいと思います。久しぶりにというか、また本の紹介をしたいと思います。この間の紹介した本は読んだのかという問いには、読んでる途中ですということなんで、ちょっと、本の方がね、あまり読めてないんですけれども、読んだのもあるんですけどね、それよりも先にまた買ってしまいました。ということで、今日は買った本です。中学の歴史教科書、文科省の、検定不合格教科書ですね。はい、1冊目2冊目も、紹介しました。3冊目はとうとう黒い色になりました、審議会から相次ぐダメ出し完全網羅の最終版ということでね、武田恒康が書いてます、中学校の歴史の教科書です。はい、これ実は今日届きました。もう届きたてほやほやで、ちょっとペラペラとめくりながら、読んでたんですけど、教科書なんでね、中学生の、内容になってるんですが、一応高校の、内容ぐらいまでは網羅しているというとても詳しい教科書です。はい、検定不合格なんですけどね、文科省の、ダメ出しが1冊目2冊目はダメ出しはもう全体的にダメということでね、細かいダメ出しは出なかったんですけども、知らされなかったんですけど、今回は細かいダメ出しが全部、指摘入ってるということで、例えば見えますかね、赤ペンで、ダメ出しのところね、こうやって印が入ってます。でダメな理由が書いてるんでね、もうそれを読んでる方が面白いですね。本当に文科省の悪意が、とてもにじみ出た、採点だと思います。あとは、これがね、前回第2弾ですね。第1弾より太くなってるんですが、第3弾はさらに太くなってます。さらに内容が充実してるんで、また読みたいなと、ゆっくり読みたいなと思います。こう全体的にパラパラパラっと、見てて、特に赤い線が引っ張られてもほぼダメって言われてるところがね、よくわかります。まずね、神話のあたりですね、日本の国がどうやってできたかっていうね、古事記に載ってるようなね、そういうところが、詳しく書いてるんですけども、もうほぼ赤ですね。神話関係は全部ダメって、本当だからわからないということなんですけども、意図するところはよくわかりますね。天皇とか、そこに権威を持たしたくないので、それを全部省いてるというのね、もうその通りだと思います。歴史の教科書にね、天皇の系図があるんですけど、全部囲われて、赤で囲われてね、ダメということになってます。はい。なんででしょう。おかしいですね。天皇の歴代の、名前は全然、あった方がいいんじゃないかと思うんですけどね。はい。ダメみたいですね。すごいですね。ね、本当にね、なんか、よく書いてるコメントがね、生徒が誤解がする恐れがある表現であるって書いてるんですけどね、全然誤解しないと思うんですけどね。それは、頭の偏った、文科省の役人から読むと理解できないっていうだけですけどね。本当に。これ見てるとね、その天皇に、特に古代とかね、平安時代、奈良時代までの、天皇に関するっていうのところはもうほぼなくなってますね。前、解説聞いたことあるんですけどね、日本の歴史の教科書はおかしくて、最初は、天皇の話とかね、初めの方の天皇の話っていうのは、一切割愛されてて、推古天皇、聖徳太子の時の天皇ですね。そのあたりからやっと天皇が出てくるんですけど、それまでの間はね、天皇、実際何代も続いていてたんですけど、一切触れないようにしようということでね、歴史ではなくて、考古学の内容、貝塚から貝が出たとかね、そういうところから竪穴式住居とか、で弥生時代で稲作がどうのこうのとか言って、突然推古天皇に入るという、本当に、おかしな、ところがあります。
まあ普通考えたらね、大和朝廷はどうやってできたかとかね、まあそういうのをね、もっと詳しくやるべきですしね、天皇もずっと続いてるんですから、天皇についての記述がもっとないといけないんですけど、天皇のことを書きたくないので一切省いて、で、あとは考古学の話でつないで、だから歴史じゃなくてね、考古学の話でつないで、で、突然聖徳太子あたりから、無理やり、つなげるっていうことでね、そういう歴史の組み方ですね。まあだから、よっぽど天皇嫌いな人がね、作ったんだろうなっていうのはね、よくわかります。はい。で、天皇がね、天皇の素晴らしい逸話とかいうのはね、全部省かれてるようなのでね、まあ、本当にね、こう読んでるとね、それでね、戦国時代とかね、もうその辺のあたりはね、赤いのが結構少ないですね、江戸時代とかね。見てるとね、急に赤い線が引っ張られなくなります。はい。ほんで、次に、ほぼ赤でバーって引かれるのは、明治維新とかね、まあ、そのあたりですね、近世になってからのね、正しい歴史はほとんど赤がつきますね。もうこの辺でね、赤がついてる内容って言ったらね、もう、朝鮮関係とね、あと中国関係。まあ中国じゃないですけどね、その時は国の名前も違うしね。まあ、清のあたりですよね。まあそこから、なんで日本が大陸の方に行ったのかとね、そういう大事なところの話は赤線ばっかりですね。はい。で、この辺のね、なんか赤線が入ってないところはね、まあ戦争直後の話とかはあんまり入ってないですね。はい。で、GHQ の占領政策でね、もうこれ、洗脳政策っていうところらへんのところは全部、赤が入ってますね。はい。もう完全に偏った、人たちが採点してるというのがよくわかる、赤線の引き方です。で、面白いのがね、一番最後の方にね、現代、まあ、去年ぐらいまでのことが入っててね、オリンピックが武漢肺炎で延期になりましたとかね、書いてるんですよね。そしたら武漢肺炎がきっちりと、印が入ってますね。すごいですね、本当に。どんだけ中国に、媚びを売ったら、気が済むんでしょうね。もう本当にね、もう赤線入ってるところはもう大概、朝鮮中国関係の記述と、あと天皇の話ですね。神話であるとか天皇であるとか、まあそういったところをごっそり赤で引いてるっていうことは、まあよっぽど嫌いなんですね。なんかもうこの教科書検定してる人たちはもうすごい売国奴だなっていうのは、ね、よくわかります。まあそういうのがよくわかるんでね、もう前回のやつよりも格段に面白いです。内容のところもいいんですけど、こう、赤線が入ってるところ、なんでここ赤線入ってんねんとかいうふうに、そういう読み方をするともうさらに面白いですね。今日来てパラパラって見たね、その部分のところだけでね、かなり面白かったです。で、バーっとね、こう見てもね、もう赤線の入り方が露骨なんでね、すごい、文科省の役人の、やつがわかりました。まあ、文科省というか、まあ、教科書を作る委員会ですかね。まあ、ちょっとその辺わからないですけど。まあ、もう、文科学大臣のね、萩生田さんですか。頑張ってほしいですね。なんか、大臣になっても、あんまり、何も進んでないような気がしますけども。まあ、その辺はね、まあ、いろんなしがらみがあるのかわかりませんが、どんどん突破してやってほしいなと思います。まあ、従軍慰安婦の記述がね、閣議決定でね、不適当ということでね、教科書から、省かれるというのは、まあ、あれは素晴らしいことですよね。もっといろんなことをね、閣議決定で決めてね、この文科省にね、ちゃんと、のさばらせないようにね、しないとダメですね。まあ、本当にね、そういう、まあ、今の世の中に、ぜひ、絶対必要な一冊だと思いますんで、ぜひ読んでほしいなと思います。ということで、これね、また分厚いですけど、最初から、さらにじっくり読もうと思います。はい、ということで今日は久しぶりに本の紹介でした。それでは、バイバイ。